はい、じゃあ今日は十六変形についてお話していきたいます。まず初めのこれタタタタタが、タタタがユーマ、ユーマできましたね。ユーマ、これできてるんで大丈夫です。まあ、またちょっと引き続きやってみてください。で、次です。次はピッコロ、ピッコロですね。手順は右、右、左でピッコロです。ピッコロ、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 ゆっくりでいいです。ピッコロ、ピのとこに足です。ピッコロ、ピッコロで練習してみてください。次、3番目ベジットですね。ベジット、ベジットっていう形で練習します。悪い例です。ベジット、ベジット、ベジットって止まらないようにしてみてください。ベジット、ベジット、ベジットで叩いていきます。最後、裏飯ですね。意外とこっちの方がやりやすそうでしたね。うが足だけです。う、ら、め、し、う、ら、め、し。はい。で、これ、いずれも全部80のテンポが目標となります。以上となります。